動画をご覧いただきましてありがとうございます。80年代解雇趣味長と申します。よろしくお願いします。今回はですね、このタミヤのグラスホッパー、ラジコンバギーなんですけど、1984年5月14日に7400円という価格で、発売されたものなんですが、まあ、私が1971年5月14日生まれという妙な誕生日の縁もあってですね、小学校から中学校時代にかけて、お世話になった、本当親しみのあるおもちゃなんですけど、改めてこの年になってですね、つい最近これが再販されていることを知りまして、もうさすがに、この年で、現在の実売価格5000円前後ということを考えると即買いしちゃったところなんですけど、当時はですね、やっぱりもう7400円というか、まあ、もっとラジコンカーというのが高価な時代だったんですね。クラスメートで一人だけマイティフロッグを持ってる子がいたんですけど、当時のマイティフロッグの、キット価格でさえも 14,800円、それ以外にもやっぱりプロポやバッテリーや充電器が必要なんてことも知りませんから、すごいお金がかかってる遊びっていうことを、まあ、当時はですね、理解できずに、いいなと思ってたんですけど、いざ自分が買おうと思うとですね、この7400円のグラスホッパーでさえも、ちょっとハードルが高くて、なんとか年玉捻出して、買ったようなところなんですが、で今回、改めて、グラスホッパー組みました。ボディの方はですね、ご覧の通り相当気合い入れて、組んだんですけども、塗ったんですけどね、まあ、アメリカの、シングルシーターのスタジアムバギーっていうイメージで、いろんなものを見ながらなんとなくデザインして、塗り重ねていって1ヶ月ぐらいかけてですね、このボディを作ってます。シャシの方はもうすごく単純なんで、もう数時間ですね、半日もあれば十分組み立てできると思います。で今回はまあ、ドライバーの方もですね、こういうアメリカンバギーっていうことで、やっぱ実在の人にしようかなということで、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、往年の名ドライバーですね、マリオ・アンドレッティさんに、今回乗ってもらうような、ことになってます。それでは、走行の方の動画なんですけども、当時と同じようにですね、やはり、こういう公園とかグラウンドをですね、がやっぱり一番使いやすいかなということで、同じようなシチュエーションで走らせてます。これがもう、実際初走行から数えると4回目ぐらいかな。で、まあ見ての通り、約40年ぶりぐらいに動かしてるというのもあって、ものすごく下手くそですね。もちろんグラスホッパーの走行特性自体が、やっぱりこういう路面にですね、なかなかうまくマッチしないところがまたすごく面白いんですけども、なんといっても、まあ、切り始めはなかなかステアリング、打が効きませんし、アクセルを開けていくとバス停になっちゃうというところで、難しいんだけど面白いっていう感覚がつかめていただければですね、すごく面白いんじゃないかなと思います。それと、まあ、初めて動かした時は、本当特有のこの音ですね、メカニカルノイズ、すごく耳について、なんかめちゃくちゃフラッシュバックしちゃってですね、なんかそういうのありますよね、音とか味とか匂いとかですね、風景とか、なんか突然思い出のなんか瞬間が蘇っちゃうみたいな、もうほんとそんな感じで、ちょっとジーンときながら、初走行の時はグランドでですね、一人で動かしてたんですけども、まあここにあるようにちっちゃいオレンジ色のコーンですね。サッカーとかの練習で使うもののようなんですけど、こんなんも今ネットですごく安く売ってるんで、まあそれも合わせて今回購入して、やってみてます。で、とりあえず、昨年12月にですね、これすべて購入したんですけども、バッテリーだけはちょっと知識があったもんですから、リポバッテリーの4000ってやつを使ってみたくて、この動画の方も、そのリポバッテリーで動かしてます。結構パンチがあって、早いな。実際遅いんですけど、早いなって最初思っちゃったんですけどね。
で、今後は、少しずつ、チューニングしながらですね、なるべく大掛かりなことせずに、フラットだと最速目指しながら頑張っていきたいと思いますんで、興味がある方はまた、お付き合いください。